ちょっとノーマルに一旦このゲームを知るわ。結局一旦このゲームを知ってからだね。ちょっとまだ俺このゲームを知れてない。そのやれるほどの力はあるんだけど、見えてるんだけど、まだゲームを知らないって感じかな。あ、もう全然、でもやっぱあれだね、ルナティックハードとやってきたおかげで、こうノーマルの敵がこうほら、もう見えるもん。全然見える。ほら。言ってもあれは、格闘ゲームを主にやってる人間でして、で、最近はちょっとFPS 系を触り出したって感じで、もともとこういう弾幕シューティングやってこなかったんで、まあちょっと、まだ不慣れなところがあるんですけども。言ってもね、その、格闘ゲームなどで培ったこの瞬発力、などで、もう、対応しきっていこうかなっていうね。本当のゲーマーっていうのは、あらゆるゲームを初見でやった時の実力だと思ってますから、僕は。ほら。全然いけそうだね。あ、ちょっと待って。図に乗ったらダメだな。来いよ。さっきはやってくれたな。見えてるよ、全然。全然見えてるよ。いいよ、見えてるよ。オータムスカイ。来いよ、オータムスカイ。お前の力見してみろよ、オータムスカイで。ちょっと待って、疲れる、疲れるんだけど。よし、来いよスペルカード。次は何だ。大都市ハーベスター。ちょっと待った、ちょっと待って、ボムを使おう、ボムを、もっとボムを使っていこう。ちょっと待って、はっ、はっ、うぇこういうことよ、こういうことよ、ゲーマーって。でもこの感じで進むんだったら、まあ、さすがにノーマルマジでいけそうだね。振りとかじゃなく。これ多分配信中にクリアできんじゃないですか？あ、この俺、この BGM めっちゃ好きなんだよな。なんとかのダークサイドってやつ。鍵山ひなの。一番好きかもしんない、この曲。よし。見えてるね、マジで。来い。じゃ、現れるんだけど、弾が。ちょっと待って、これ。